はい、皆さんこんにちは。おっさんレビュアーのボーです。今回の動画では今ここにありますけれど、ブークスタブウルトラ C という e インクというディスプレイ、電子ペーパーディスプレイを使ったタブレットをご紹介していきます。前回1本目の動画では、なんで僕がこの機種を選んだのかというのを4つのポイントに絞ってご説明いたしました。ちょっと振り返ってみます。ブークスであるということがまず1つ目。二つ目、Android 端末で特にプレイストアがすぐ使えるということが二つ目。そして BSR、ブークススーパーリフレッシュという画面のリフレッシュ機能を持っているというのが3つ目。そして何せこのシンプルで尖ったこのスマートなデザイン、そしてカラーディスプレイであるということが4つ目。この4つをポイントにご説明いたしました。で、今回の動画では特に今回僕がこの機種を選んだ、それは会社でどんどんメモを取りたいということでこの機種を選んでますので、実際にメモ機能がどうなっているのか動画でご覧いただこうというふうに考えています。実はこの端末を選ぶときに、他のメーカーのこの電子ペーパータブレットもたくさん見てきたんですけれど、なぜかですね、あのメモ機能をちゃんと見せてくれる動画とか説明をしている記事っていうのがあんまなかったというか全然なかったんですよ。でもこの手書き入力ができるタブレットを欲しいと思っている方は、絶対メモ機能がどうなってるか知りたいだろうなということで、今回はそのメモ機能がどうなっているのかに絞ってこの後動画でご紹介します。ぜひ参考にしてください。ご覧になって何か質問があったらコメント欄に書いていただいて、その上でぜひいいねボタンもよろしくお願いいたします。では早速見ていきましょう。はい、ではですね、実際にノートアプリ、メモアプリをご紹介していきます。このペンはあのマグネットでちゃんとくっつくようになってますね。かなり保持力強いです、これ。で、ノート、今ここにノートっていうアイコンがあります。こいつを触ると、まあいろいろとこう、まずこれもうすでにメモされているものの一覧が出てきました。で、新しいノート、新規ノートとやると、いろいろ単なる白紙、12行罫線、16行罫線か、20行罫線、方眼紙、方眼紙の大きいもの、それから方眼紙の小さいもの、横型の方眼紙、格子の点、格子の点の横、漢字練習とかもありますね。こちらも漢字練習、横長。あの、縦で使うか横で使うかっていうんで、この端末を持った時に、これ自動で画面の回転機能を持ってますから、それで使い分けるんだと思います。あと、こういうちょっとしゃがんっぽい、こう、漢字練習。横。五線譜の横。英語用と。まだありますね。あ、戦略分析とか、週間予定表とか、縦計線、コーネル式、ランニングなんて、こんなのもあります。結構いろいろとノートが備わってますね。まあ、じゃあとりあえず20行罫線でいってみましょうか。選んでチェックが入っているところでこいつ選んであげると20行罫線出てきます。で、ペンも選ぶとですね、万年筆、筆、ボールペン、鉛筆、マーカーかな?マーカー、鉛筆、ボールペンか。まあ、いくつか選べるんですけれど、それらがもともと2つプリセットできるようになってまして、今自分は鉛筆と筆をセットしてます。ちょっと書いてみましょうか。鉛筆。筆も書いてみましょうか。
まあ、こんな感じですね。応答速度もいいですよね。本当に書き味いいです。で、このペン実はですね、後ろにあの標準で消しゴム機能もついてます。こうコシコシってやるタイプもあって、今これ設定は囲って消すっていう設定にしてありますから、こう囲ってあげると一気に消えるんですよ。これも超便利。まあ、一応消しゴムの機能はね、この辺で設定できるようになってますけれど、今日はそこはもう割愛します。もう一回書いてみますね。で、さらにノートはちゃんとノートに題名付けられるようになっていまして、今実は僕はこれプレスは使えますから、ATOC パスポートっていう10台まで入れられるサブスクのやつ使ってるんで、こいつにも ATOC 入れてます。そのまま例えば、IUAO とか、やってあげて、あ、しまった。いかんいかん。でこれで保存するとタイトルに IUAO がつきました。でこれでもう自動的に保存されているので戻るとですね、今ここにも IUAO があるんですけれど、これ何せいいのは今書いたものがそのままカレンダーアプリを開くと今日の日付のここにもう出てくるんですよね。なのでここから一発で開けるっち超便利です。で、じゃあカレンダーアプリどうなってるかっていうと、ここにメモ欄があって、ここのメモ欄にも書けるので、しかも2ページ、3ページってこれページも増やすことができます。メモ欄増やせますから。僕はいつもここにその日の日付のここに例えば仕事の朝会のメモをどんどん書き込んでおいて、でそれ以外の会議のメモはさっきのノートから書いておくということで、そうすると日付ごとにちゃんとメモがこう残るということになりますね。そうするとこう日付ごとにその日の朝会のメモとあとその日作った一日を通して書いたメモがすべてここで見られるということになりますので本当に便利です。で、おまけにこのノートアプリ、先ほどご覧いただいたようにいろんな種類のノートも準備されてますので、これお好きなものを選んで使えばいいということですね。何かこう絵を描いたりするときには白紙を使ってもいいのかなというふうに思います。さてどうでしょうか。ノートアプリ本当に使いやすい。日付のカレンダーアプリとの連携もしてくれるということですので、これ本当に買ってよかったですね。この日付ごとにまとまるっていうのが前のTノート、デジタルノートから一番自分が欲しかった機能というのがこの端末の中一つで終わってしまう。もう本当便利です。ということで、ノート機能、メモ機能のご紹介でした。さて、いかがだったでしょうか。メモ機能いいと思いませんか。何せパッとノートを開いてメモしたものが、ちゃんとカレンダーの日付のところに紐づいている。もうこの機能は本当便利です。で、それ以外にもカレンダーアプリを開いたら、その場でノートっていちいち選ばなくても簡単にメモする場所がある。で、これらがすべてカレンダーから結びついてもいるし、さらにノートで撮ったものはノートのアプリで一覧で見ることもできるということですので、こう普段の仕事の中で使うまさにこう電子ノート、デジタルノートということを考えると本当に便利ですね。買ってよかった。1年ちょっと前に2022年の夏前にご紹介した T ノートってデジタルノートも本当に良かったんですが、そこでちょっとこういう機能になってて欲しかったと
いうものが全てこいつ解消する、まあ、解消されてるっていうかメーカーが違うんですが、全てその解決をしてくれたということで、お値段がちょっと張ったとはいうものの、これ本当買ってよかったなというふうに思っています。単純にあのカラーが必要ない方は1万数千円安いルークスタブウルトラっていうのもありますし、もうちょっと機能が落ちたもの、多分 CPU が違うとか画面が小さいとかっていうんで、もっと安いタイプの書き込めるタイプっていうのもこのブックスシリーズたくさんあります。ぜひ今回の動画を参考にしていただいて、もしもメモ機能が使いやすいなと思ったら購入の検討されてみてはいかがでしょうか。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画良かったなと思ったらいいねボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。